するときは、人間もだけど、健康診断、注射もちゃんとするやつとかちょっと早めからやるべきだったかなとちょっとね、後悔をしている。無事だといいけどね。まあ無事だと思うけど、その精神にかかるようなことじゃないし、やっぱ原因の一因は食欲不振。結局動物が食べ物を食べないっていう一番精神にかかっちゃうから、このまま放置すれば。ポグは本当にやばいよ。食わない。しすぎちゃって今。昨日も食べてなかったっけ？昨日夜しか食ってない。で今日朝一回も食ってない。で薬だけは飲めてる。その病院に行くちょっと先月のちょっとぐらいからはちょっと食欲にムラあるなって時はあったけど、それを早く病院に行かなかったから多分ここまで悪化したのかなと思ってるんで、そういうのそれは自己責任。食い地張ったような動物や犬なんて変な話で、人間もそうだけど食欲ないっていうのが一番やべえじゃん。でも食べたいって気力はあるけど食わないってことはやっぱ体に異常があるから食えない。だね、熱あったら食欲あるけどなんか食べる気しないじゃん。レントゲン検査した結果のそれだから、そう、ただレントゲン結果ではすごい大きいなんかしこりがあるとかそういうやばい病気はないって言ってたから、だから今これ以上ひどくならないうちに治療して治した方がいいっていう先生の判断、早い話が、はいよ。なら私も早く悪化するしてもねって、やっぱ結局今年で今月で7歳になるシニアだから、ある意味まあね、あんだけハッスルして元気だけど、そう、院長先生も結局犬が食欲ないっていうのが一番問題って言ってたから、ああそりゃそうだなって、もう体に異常がない限り犬はもう好き嫌い、犬はだって何でも食べるから変な話、好き嫌いっていう概念はまずありえないって言ってたし、でそこでよく飼い主さんが勘違いするのが、このご飯飽きちゃったっていう飼い主さんいるじゃん。なんか食べなくなったこと飽きちゃったから他のあげたら食べたみたいな、それは多分ほぼほぼ大きな間違いで、やっぱどっか胃とか何か異常がある行動って、まあ
まれに、へい、本当に好き嫌いある子もいるだろうけど、ほぼほぼ犬に好き嫌い、ご飯の好き嫌いって概念はないですよ。はい。なんで、極論言ったら、あのゴミですら食っちゃうじゃん。そりゃそうだよなって犬なんか一番何でも変な雑食で何でも食うのに好き嫌いいきなりこれ食わなくなっておかしいわってしょうがない。マック食べる、まだ早いかな、あと30分待って。いや、なんとなくも分かったからいい。これでやっぱ入院させなきゃなって思ったってこと？うん。うん。やればね。飯食ってないだったらやべえ。うん。だって今日も全然食ってなかったじゃん。前から言ってるじゃん、私。で、それでこの間下痢起こしたりさ、急に体震えたりとかあったっつったじゃん。うん。だからやっぱあの足の震えもそれだったんじゃないかな。血糖値が下がってるとかそういうのはないっつってた、うん、から良かった。まだ結構だやばいんだよ体重の下がり方は。もともとあの子ちょっと細身タイプでタイプだったけどさすがにやべえ、うん、この先あれか1日に病院行った時に 3.8 まで下がってたことに私ちょっとビビったもん。だってその1、2週間前ぐらいで 4.1 キロまであって 4.2 ぐらいまであった犬がいきなり 3.8 まで下がってる。はい。結局このままご飯食べないで体重だけなくなってったら薬飲んで治ったところで問題じゃん。ということもという私の不安も伝えたからかもしれない。体重これから落ちるってやっぱやべえじゃん犬って、うん、まあでもプラスにとったらちょうど君もまだ休み期間だから一緒に会いに行けるじゃん、はい、面会の時はなんか散歩させてあげてもいいですよ。散歩？うん、面会の15分とかで散歩とか近くあったりとかも。いやもうこの、その、あの辺歩かせるとか。はいはい。まあ、ラバーキャー行くか。そういう風に言われてるけど、すごいやべえ病気があるってわけじゃないってことは分かる。え
笑